こんにちは、ジャーキーです。今日ご紹介するのは空気清浄機です。空気清浄機の中でもね、加湿器付きのやつなんですけれどもね、もうテレビはなくても空気清浄機はあるという方、家庭は多いと思います。で、今回ですね、はい、13年経ってます。給水タンクが入っている水気のところだけは掃除しておきました。ちょっと見せられる状態ではなかったので、ちょっとね、掃除をしておきました。はい、で、これですね、もうちょっとね、水垢だと思うんですが、カビではなかったですね。水垢のようなものがついてます。さすがね、カビは生えない、なんか抗菌仕上げになってるんですね。ただ水垢はついてしまう。で、ホコリがね、いっぱいあるんですよ。フィルターはね、掃除機でね、吸ってたみたいです。がね、中までは見てなかったみたいですね。はい、で、これ、13年分の、赤がね、ついてちょっと、ね、下を見る機会っていうのはなかったんで、今回びっくりしました。はい、ほこりがいっぱい、ま、髪の毛ですね。髪の毛にほこりが絡まってるものです。もうこっちはね、ちょっと給水タンクが入ってる方はね、回らなくなってました。給水タンクの下のローラーは回らなくなってました。じゃあ回ります。回らない。はい、で、一個と給水タンクじゃない方を取ったらこんな感じ。で、今から給水タンクの下についてるローラーをちょっと取ろうとしてるところですね。まあこれ取ることをおそらく考えてないみたいで、なかなか取れない。これ。こんなものが絡む。これはネジ外さな、ね、今ネジ外したんだけど、ネジ外さなくても、そうです、ネジはね、外さなくてもはまってるだけだ、大丈夫です、取れます。ネジは外さなくていいみたい。すごいな、ちょっとこれをやって、ちょっと今これここカメラここで持っていて、こうマイナスドライバーかもしれない。はい、取れました。あ、取れた。こんなん、こんなん、花咲くでなんかガムかなんか、あ、ガムじゃない、髪の毛。ちょっとね、車軸が錆びてまして、給水タンクの下についてたら、多分水が漏れたのか、なんかだと思うんです。おかげで、ね、回らなくなってる。このゴミを取り除いてもローラーは回らなかったです。だから後でね、油はつけておきました。車軸はね、ステンレスにしといてほしいですね。このタンク側、水をこぼすこともありますんで。で、綺麗にして、干してます。加湿フィルターはですね、大体10年ぐらいで交換なんで、もう13年経ってますんでね、もう交換した方がいいと思います。はい、で、これ加湿フィルターをね、乗っける台座のものなんですけど、これね、向きがありますんで、向きを間違えると入りません。入る方に入れてください。ただね、若干入れるとき無理やり入れないといけないんで、間違ったまま入ると潰れてしまうかもしれない。向きをとりあえず気をつけてください。結構ね、汚くなりそうなところは全部取り外せます、はい、で、吸い取ったゴミですね。さすがに13年ね、置いとくとね、こんなことになりますんで、はい、めんどくさいかもしれないですけど、まあ、こまめに掃除した方がいいと思います。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャッキーでした。バイバーイ。